とまずいらないものを出す。あ、ゴミ箱入んなかった。ピエン。一旦ね。一旦出します。お金が出てきた。そのしよくカバンからのお金出てくるんです。お金いっぱい出てくる。270円出てきた。あと5円あったわ。なんかこういうのが多くてさ、だから全部貯金箱とかに入れてんねんけど、よいしょ、もう貯金箱もパンパンだから次のやつ使わなきゃ。きれい。え、これ入るかな。思ったより荷物パンパンになりそうだ。え、入んないかも。もう服でパンパンなんだけど。あ、もう服でパンパンだ、このカバン。え、ちょっと閉めて、この化粧水とか入ってる。夏のリンピー。え、絶対荷物重たいじゃん。え、だってこれとあとあれでしょ、化粧品とかを入れていくんでしょ。重たいじゃん。大きいカバンにしないと。これ十分大きいカバンなんだよ。大きいからこれ持ってきたんだけど。じゃあモコモコのやつがね、2つ入ってるんですよ。だからね、パンパンなの。かさばるのか。そう、一泊やのにその荷物いるんて。そう、大西のさ、なんだろう、じゃあなんか私服が今日も明日もいるって、昨日の夜に連絡が来てやな。で、ね、自分のなんかレッスン着みたいなやつだけでいいんやったら全然あれないけど、ちょっとモコモコと、あと寝る時のやつもなんかいろいろ持ってきてって言われた結果こうなった。冬服かさばるよねってね。やんもと。カバン2個で行かなきゃいけないわ。圧縮袋使おうって。いや、言うてね、そんな変わんないのよ、多分。圧縮袋使っても。荷物持ちとしてお供いたしましょうかって。え、いいの？持ってよ。持って持って。で、
それか諦めるはないから。そうね、大西は指定されたものっていうかを極力詰めたらこうなったから、私が諦めれるものは何もない。大西もこの配信終わったらすぐレッツラゴーするので、されたもの頑張って押し込むから。そうね、もう押し込めないからカバン2つでいいか、もう1個カバン持っていく。敷袋持ってないの？持ってる。でもね、多分本当にね変わんないのよね言うて。私も圧縮袋は愛用者なんですけれども、このお家でなんか平べったくはなるだろうけど、多分そこに化粧ポーチとかを詰めれるか詰めれないかって言ったら多分ね詰めれない微妙な感じになるから、そうなの。圧縮袋いいよね。そう、大西家は荷物が多いので圧縮袋めっちゃ使ってる。なんかもう収納がさ、もうほぼないのよ。あるけどもう埋まっちゃってて、この家で。その冬服のモコモコ系をさ、もうしまっておける場所がなくて、でそいつたちはもう容赦なく圧縮していってます。そう、あの2つだと移動大変だねってね。こういう時にちっちゃいキャリーバッグとかあったらいいんだろうけどね、でっかいのしかなくてさ、その一泊用のちっこいねやつがあれば便利だなって。この間もそんなこと思って、大きいのしかないの。めっちゃ海外とか行くよぐらいのなんかでっかいキャリーしか持ってなくて、ちっちゃいのも買おうかなと思って、この間本当に行く前、大阪お仕事終わって一緒に見に行ったけど、いやこれを今家に置けるかどうかってなった時に置けないわってなって、だから結局でっかいキャリーで。大きいのをまた実家に送ってちっちゃいのだけ買うっていうのもありだけどね。もともと実家にあったんですよ、でっかいキャリー置いてて。そう、実家暮らしの時にそのエイト、ほんとずっと長期で東京泊まってたから、それ用のやつだったんですけど、なるべく木ので選んでたから、鼻ムズムズするわ。うん、花粉だね。最近みんなクシュンクシュン言ってる、メンバーも。花粉症でね、花粉なんですよって言って、今は稲とブタクサどっちなんだろうか、なんかちょっと
屋のメンバーがいいんだねってね、多いと思う。今日何日？18か。明日は晴れだって。目のかゆみは、ああめちゃめちゃってわけではないな。でもずっと書いてる時とかある。かい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 みたいな。でもなんかくしゃみほどでなんか頻繁にではない。日曜日の東京午後から雨予報やって、なやて。あね、確かに日曜日本当だね。今日な、今日金曜だったのね。雨にお荷物つらいってね、やらね、雨の日にお荷物って言っちゃいやよね。あ、劇場の日か、じゃあ大丈夫。劇場は特に荷物少ないから大丈夫。今日と明日晴れっぽいんじゃん。嬉しい。ね、これ楽しみでね。楽しみ。明後日か。お腹空いちゃった。昼行きますやで。え、もしかして昼夜？待って待って。劇場？え？え？嘘でしょ。2回公演？聞いてない聞いてない。20日しか聞いてないよ。2回公演なの？大変やん。え、逆上がり2回公演し初めてかも。知らなかったの。知らなかった。聞いてない聞いてない。え、びっくり。初めてじゃないでって。焦ったっけ2回公演。あ、焦ったっけ。全然記憶ないよ。一回やった。あ、本当よく覚えてるね。え、あ、15分経った。ってことは今な、40分。もうそろそろ出なっちゃう。そっか。え、今知れてよかった。ありがとう。お昼行くって言ってくれて。そうやったんや。もう公式ブログ見た方がいいですって。メンバーも見なきゃダメ。公式メンバーには裏から情報が伝ってほしいけれども、ファンの皆様と共に公式ブログを見た方がいいんですか。それは、うん、ということで、じゃあちょっとこの辺でね、私はちょっと行ってきたいと思うので、ランキングの方を1位の方から呼んでいきたいと思います。いきますよ。1位おやちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がタックバウアーさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位が MM ルールズアットマークギフヌルト人生に乾杯さん、ありがとうございます。イエイ。そして5位が翼さん、ありがとうございます。イエイ。そして6位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして7位が大粒ちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして8位が
黒芝のりこ店さん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がお茶っぱタイム、アットマーク爆裂マホエクスプロージョンさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がリピピさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がまさみさん、ありがとうございます。イエイ。そして12位があるさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がへっちゃら、へっちゃらまでしか読めないや、へっちゃらさんありがとうございました。イエイ。へっちゃらへっちゃら、ありがとうございます。ということで私は向かいます。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。ではみんなも一日頑張ってね。大西も行ってきます。じゃあね、バイバイ、ありがとうございました。